古の時代、この港では美しいハロウィーンの祝祭が行われていました。人々はさまざまな海の仲間をモチーフにした仮装を楽しみ、海と陸が一つに溶け合う優雅で麗しい祝祭。今日いよいよその伝説のハロウィーンが復活する時がやってきました。それでは我が港の古き良きハロウィーンをごゆっくりとお楽しみくださいませ。
フルート、どうしたの？フルート、ミートにしなくちゃダメだよ。せっかくのハロウィンなんだから。ハロウィンらしくて楽しいわ。しまった、ミニーめ、4つが揃わないと魔力が。まあいいわ、次よ。それではこの港に伝わるハロウィンダンスをみんなに教えましょう。ミッキー、あなたも一緒にね。オーケー。ではゆっくりと練習してみましょう。まず右手を上げて4回回して、下げて、合わせて、このまま上げて下げる。胸の前で大きく2回回して、開いて、上げて、指を握りながら下ろしてくる。そう、いい感じよ。これを3回繰り返したら頭の上でクロス、くるっと回して、握って、4回叩いて、開いて、右手を下げて、左手を下げる。そう、わかるわ。じゃあ続けるわよ。右手を上げて、4回回して、上げて下げて、2回大きく回す、開いて、上げて下げる。もう一度クロス、アップダウン、2回回して、開いて、上げて、下ろす。もう一度クロス、上げて下げて、回して、開いて、次は頭の上でクロス、4回叩いて、開いて、右、左。そうよ。ではいいかしら、音楽に合わせていくわよ。右手を上げて、ワン、ツー、スリー。できるはずよ。ミッキー、もっとみんなを盛り上げて。
かかったね、ミッキー。私は仮装しているのではない。これが本当の姿。船乗りを惑わす妖精セイレーンの末裔よ。そして我が目的は、かつてこの海を支配していた誠の王、魔王を蘇らせること。このダンスこそ、その魔王を復活させるためのダンスなのさ。ついに目覚めが始まった。皆の者、全身で力の限り踊れ。みんな
港のダニエラ姫はパラダイスを探す冒険に出かけました。そして嵐の中で本当に大切なものに気づき、ついに美しい島にたどり着きました。それはこの港、そうです、故郷に帰っていたのです。こここそパラダイスだと分かったダニエラ姫は、改めてこの港に名前を付けました。ポルトパラディーソ。今度こそ本当のポルトパラディーソのハロウィーンの始まりだよ。
落とし穴があったのね。そうよ、あのプルートさえ吠えなければミニーが気づくこともなかったのに。でも終わったわけではないわ。魔王はまだ眠っている、この海の中に。そうよお姉様、チャンスはまだある。この海を私たちのものにしてみせる。いつか必ず。